そういえば、二人きりになっちゃったし、あの話する？あの話ってどれだ？二日の話。あ、二日の、そうだね、そうだね。あの、今日メンゲンでチラッと話したんだけど、うん、あれやります。ライフ。人生ゲーム。人生ゲームって英語だったのに、ライフ。ライフゲーム。そのまま。The game of life。でもなんか、命ゲームみたいな感じ。ね、なんか急に重い感じがするよね、英語だと。初めてなんだよね、アイリスの。あ、初めてやりたいって言ったら、ふーたがじゃあやろっかって言ってくれて。そうで、なんかせっかくだったら EN の子となんか JP でなんか22くらいで4人でなんかやるかってなったんだけど、そうそう、話してみたい人いるって聞いた結果、あのチョコ先生と、チョコ先生面白そうなんだよな。いや、面白そうなんだよ。そう、チョコ先生と EN からはイナちゃんを呼びます。俺のイナ。そう、俺のイナ。俺のイナが来るよ。俺のイナをちょっと、実は俺のイナとか言っていながら、やっぱ陰キャオタクなので、そんなことないやろ。イナちゃんとは直接話した以外に、コラボとかをしたことがないの。あ、そうなんだ。でも逆に直接話したことあるんだ。あ、そう。なんか、スタジオで会って、はいはい、俺のイナーって言って抱きついて帰った。俺のイナ。イナちゃんからしたらもはや意味不明だよね。いや、いいだよ。いや、イナちゃんは抱きつかるのは好きだよ。絶対。俺のイナーって言って。確かになんか、イナちゃんってやたらとスタジオで見かけるイメージがあるんだよな。え、でも一回きりだった、まだ。あ、そうか。ちょっとね、ドキドキしております。オタク出ないようにちょっと気をつけるんで。いやいや、大丈夫、イナちゃんもめちゃくちゃオタクだから。なんか俺のイナっていうことによってさ、イナちゃんガチ恋勢がさ、俺のイナなんだけどなっちゃう。大丈夫、フータだったら許されるよ。ちょっとね、今スイちゃんからね、3時までやっててくれれば間に合う。多分全然やってる。やってるかもね、これは。本当に来れるんか、大丈夫か、寝なくていいんか。そうだよね、忙しそうだもん。みんなこれでね、星読みも、スイちゃん来ないし寝るかと思っても寝れなくなっちゃう。確かに希望持っちゃうよ。スイちゃん来んの？寝れないんだが。希望持っちゃうよ。逆になんかちょっと30分くらい寝るかみたいな。次一番なんか30分寝るときって一番起きれないやつじゃない。でも私今日実は1時間睡眠。あ、マジで？そう、でも寝て？収録終わってからね、寝た。なるほど、お疲れ様です。やばい、これまた解散しちゃう。あと7秒で解散しちゃう。あ、そうなの？あれ決まりあんの？3、2、1。悲しいカウントダウン。ねえ、スイちゃんが来てくれないとマッチングしない。できないよ。スイちゃんが来てもマッチングしなかったらどうする？スイちゃん呼んでバイトする？フェス関係ない。作ったよ。スイちゃんに LINE 送ろう。スイちゃんが来てくれないとマッチング大変アウトしちゃう。プレッシャーが一生始まんないよ。もうやめなんでよ。なんか高台に登れるやつは結構有利かもしれないね。チャージャーとか強いかも。あとでも裏取りもしやすいから、なんか動きやすさとかはあるかもね。そうだね。あ、来た。あ、スイちゃん。スイちゃん、スイ先生、バイ。いや、もうスイちゃん待ってた。一生マッチングしてるから、もうどうするバイト行くみたいな。またどうしようってなってましたね。私が来たからには、スイちゃんが来た時に我々バイトしてたかもしれない。めっちゃなんか白馬の王子様キャラみたいな感じで来た。スイちゃんめっちゃ全て勝利でしょう。私が来たからにはこのバリアブルローラーで。こんなにね、遅くにありがとう。いい、逆に大丈夫、ね、寝なくても大丈夫、疲れてない？大丈夫だよ。王子様王子様、終わらせた。今日の仕事は全部終わらせたんだ。あ、今日の仕事が終わるとどうなる？明日の仕事が始まる。明日休みなんだ。なんだって。最高。それは最高ですよ。やった。もともと鼻をさ焼いたから、うん、10月は、ね、仕事が少なめになっておりまして。あ、そうだよね。そうなんです。
あの練習場の全部の床を塗る。あの床と壁塗ったら可愛いよ。塗ってる。なんかお化け出てくる。幽霊が出ちゃう。幽霊。お化け出てくるの？そう。塗ったらお化けが出てくる壁に。なんか魚はいっぱい出てくる。それがお化けです。なんかもう一個ない？なんだっけ？なんか稲ちゃんのタコみたいなやつも出てくる。タコみたいな。あ、そう、メンダコみたいなお化け。どこだ？壁にいるかも。あ、いた。かわいい。完全に稲ちゃんのタコね。稲ちゃん。稲。こんなところに。俺の稲。俺の稲。勝手に。君の稲。勝手に俺の稲。そう、コラボもしたことないのに勝手に俺の稲。お、キンさんですよ。大丈夫、私もキンさんだよ。あ、私の配達長できるのはなんでや。なんでよ、今おかしいだろうが。その流れ最高だな。皆さん、いきました。それはさ、アイリスが真ん中でさ、一緒に3人で決めてイエーイでいいやん。イエーイってね。そしたらね、あと1人の人が気まずくなっちゃうか。そっか、そうならないようになのか、これって。なんかそういう配慮だったのかな。あ、スケジュール更新された。あ、また牛丼じゃない。なんか、最後のラスサビ間違えた人みたいな。まだ牛丼じゃない。あ、ラスサビの入り間違えた。よいしょー。ぬり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 。ねえ、射程高すぎ。飛びたい。いや、飛んできそうなんだよな。だよね。あー、あ、やべ。うざい、それもいや。めっちゃ泣いてる。ねぎりねぎりね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 。ねねねねねね。ねぽぽぽ猫作った。